Facebook ライブ始まりましたよ。ぜひぜひ来たらあのコメントとかいいねとか押してください、まず私はピアノ教室応援校星野由子です、でご紹介します。天野先生です。天野玲子さんです。よろしくお願いします。後々でねちゃんとねご紹介しようと思うんですけど、はい、私たちは今どこにいるかというと、天野先生、ここどこですか？難しいこと。青山。青山。南青山。青山の素敵なお店にいるんです。そうそうそう。5の4。あの天野先生、割と原宿とかこの辺お詳しいそうで。いやだから20年。ちょっとアイドルさんです。アイドルさんですか？アイドル、アイドル。ちょっと芸能人、芸能人、昔芸能人みたいな。あなたがいっぱい来て、ちょっと見て、お名前呼んであげましょう。あさこ先生、森田先生、あちょっと全員ピアノの先生です、これ。そうなんですね、こんにちは。もし天野先生のね、あの読者の方も見てたら、ぜひですね、名前出ますので。そんな感じですね、青山に。あ、表参道か。表参道だけど、まあ、青学のそばよね。青学。あの、青学のそばの、うん、なんだっけ、アイビー会館って言ってたっけ。そうそう、なんかまさに名前が、うん、あ、来てきた、ちょっと待ってね、今ちょっと注文したものが来たのでご紹介します。すごいいいお店。はい、シークレットパリシークレットパリ、おいしそう、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃーん、こんな、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、お店、あの紅茶の有名なお店、ここみんな来て、なんじゃんじゃんなんだっけ、分かってる、読めません読めませんみたいな。おいしい、見えるかな、見える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 、うん、あ、安永先生、あ、なんちゃんありがとうみたいな。ちょっと、ね、星が可愛いよ ね、 ね、ちょっと、うん、こんなのいいか、うんうん、一口食べていただいて、うん、うん、女子トーク中ですよ。青山で。いただきます。あ、美味しい。冷たくて。すごい可愛いよね。うん、ね、可愛い可愛い。お、あ、石井先生。金子先生、ありがとう。美味しいね。ね、美味しいね。今日私たちは何、どうしてここに来たかというとですね、皆さん、ビジネス王子わかりますかね、ビジネス王子。市村先生ですよ。市村先生のビジネス王子の、塾が今日スタートしたんだよね、うんうんうん、キックオフセミナーといって、まあ、あの、なんですか、顔見せ会みたいな、うんうん、で、青学のそばの会館であって、うんうん、私たちゼロ期生なんだよね。なん、どのくらいやってたっけ、1年間くらいやって、私は違うか、ちょうど1年ぐらい。そうかそうか、うんうんうん、なんかあの今1期生が始まったんですけど、ビジネス王子の塾のそのゼロ期生ってことで、まあ、ちょっと顔出してって言われたんだよね、うん、そう、私なんかもうなんか前で喋らされたみたいな、うんうんうん、ちょっと恥ずかしかったけどみたいな、素晴らしい方で、いや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 、2人であの来てね、それで今、まあ、終わって、あの、まあ、これから懇談会始まってますけど、まあ、私たちはちょっとね失礼して今来て、あの玲子さんにいいお店あるって言ってあのご連れてきてもらったんですよ。うん、ね、皆さん、あ、なんかいろいろ書いてありますね。美味しそうです。あ、そうです、美味しいです。暑い、でもちょ、まあ、あのすごいいい場所であれなんだけど、うん、まあまあ暑いね、うん、暑いね、ね、ね、暑いからいいね、暑いからいいね。いやいや、もうここでちょっとあの今日どうでしたか、あのキックオフセミナー見て。今日、ね、私は本当午後からね、だけだったんだけど、うん、まああの、なんだろう、うん、やっぱりこう、うん、いいよね、ああいうたくさんの人がいる中でまたね、うん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 、いつも私たち、うん、人数少ないところで割と、うんうん、市村さんと会ってるから、そう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 、またなんか違うけど、うんうん、なんかすごい良かったな、うんうんうん、いや市村先生パワーアップしてたよ。うん、すごかった。今日は午前中は割と IT のなんかテクニック的なスキル的な話で、うんうん、こんなことが今あの情報としてあって、まあ JU、ゼロ1期生の方は私たちも参加するんだけど、うん、課題と自由課題があって、まあ、あの選択するんだけど、うん、結構自由課題でわーっていっぱいあったよ。どれやろうかなみたいな、まあ、私1つ決めちゃったけどみたいな、あのあれはやります、うんうんうん、頑張ります、作りますよ、さっきのですね、うん、さっきのですよ、そうそうそう、まあそんな話で、でも午後は、うん、5次元、そうそう、潜在意識の話だったね、うん、5次元なんだっけ、面白かったね。すごい潜在意識の話で、うんうん、面白かった。何みんな、まあまあ知ってること、まああんまりね、あの、うんうん、市村先生の、あの、うん、ノウハウなんで言えないですけど、うんうん、まあでも一般的に知られてることだと、なんだろう、みんなに潜在意識の話、うん、やっぱり、うん、自分が信じたことがそのようになってくっていう確信だ、実験、うん、実験がね、確信、うん、そうそうそう、あの成功するには、うん、
その潜在意識レベルで、うん、いろいろやっぱりこれ5段階ぐらい今日、うん、石森先生教えてくれたけど、うんうん、私響いたのは、うん、どれ響きました？私響いたのはってごめんね、振るのが好きなの、無茶振りするのが好き、ちょっと聞いてからでしょと思って、私ばっかりペラペラ喋っちゃいけないから、うん、私響いたのはね、なんかな、やっぱり、うん、名前もやってんだけど、うんうん、落ちるな、つづみさんありがとう、前もやってんだけど、言っていいのかな、これ言って、あ、それはダメよ、ダメか、うん、それはダメだ、ネタは、そうか、うん、でもネタ内容としては、うん、でもやっぱり自分が信じる、自分がこう、うん、本当にこう信じるとそうなるっていうね、うん、そうそうそう、その、まあ、そうそう、微妙にワークをね、本当に、うん、ワークをそうしてくれたのよそうそうそう、自分の体を使ったね、だから、うん、やっぱ頭で信じ込むだけじゃなくて、もう体全身でなんか、うん、あれかね、体ってすぐ反応するってことが分かってるね、そう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 、だからそうなの、自分の体にそうそうそう語りかける、うん、ほぼ言ってるような気がする、大丈夫だよ、それは大丈夫、それは分かんないから自分の体に語りかけることで、うん、ね、ビフォーとアフターで検証すると、うん、こう変化がありますっていうことをやるんだけど、やっぱりそれって、うん、言われて知ってるけど、うん、案外それ使ってないなと思って、だからもっと、うん、深く深くね、もっとさ、うんうん、なんか私は綺麗になるとかさ、うんうん、言いながらお化粧するとか、うんうん、なんかやっぱ深いレベルまでもっと使えるんじゃないかなと思って、いや本当そう思った、そう思った、表面だけで私はこうなりたいとか、うん、こうなるとか、こう目標宣言してもこう深いレベル、潜在意識のレベルまで入ってないと、うん、なかなか変化がついてこないって感じだし、なんていうか、うん、案外体は素直だから、あ、そう、俺はこっちが思ってるより、はいはいはい、もう現象は起きてるけど、なるほどなるほど、でもそこに信じてないから、うん、なるほど、だからやっぱり、うん、あ、こんなに風に変化があるんだって思うと、うん、やっぱり信じる、ね、なるほどなるほど、だけど、うん、そこを、うん、私もそういうようなことの仕事をしてる割に、うんうん、あとでご紹介しますね、使ってなかったっていうところが、ね、うん、そう、使ってなかったなって、だからもっと使えるなって、うん、そんな風に思いました、やっぱり自分が目標これを達成するぞってこう目標をしっかり描いても、うん、なんかこう潜在意識がそれ願ってなきゃダメっていうのがすごく響いた、うんうんうん、確かにね、例えば、うん、お金持ちになりたいと思っても潜在意識がお金持ちになりたいと思ってなければなれないし、うんうんね、売り上げたいと思っても、うん、潜在意識が売り上げ上げたくないと思っちゃえば、うんうん、できないっていうなんか深いかったよね、うんね、そうね、うんうんうん、いや本当にそれすごい大事だなと思って、でもすごいこう潜在意識の話を食いついてくださる天野先生はですね、潜在意識を伝えてるからね、そうそう、これから紹介しますよ、天野玲子先生でですね、ビーナスプロデューサーということで、はい、よかったら先生のお口からどんなお仕事か言っていただければ、はいはい、まあ、その方の、はい、もともとのね、うん、持ってる才能を最大限に生かして幸せになりましょうっていうことでお手伝いしてるんですけど、うんうん、やっぱりその、うん、今言ってた潜在意識とかね、うん、そういうのを整えていくためには、うん、やっぱり自分自身の波動を高めていくことが、なるほどなるほど、だから今日言ってた、うん、ポジティブな感じ、はい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 、だから起きる現象をネガティブに取るか、うん、ポジティブに取るか、なるほどなるほど、ここってすごい違う、なるほど、そんでさっきのじゃないけど、うん、お金持ちになりたいって言いつつ、うん、表面ではそこで西さん西さん西さん、西さん、私の方から、ありがとうございます。ありがとうございます。うんうん、表面ではさ、お金持ちになりたいって言ってても、うん、そんなの無理じゃんとかって、うん、それ、その2つがあるのが潜在意識と関わってる。それ。で、こっちをやっぱり、うんうん、そのコントロールするってことは直接はできないけど、うんうん、そこをなんとかこうそこにアプローチすることをすると、うんうん、そうするとこっちの考えてること通りにいくんだよね。なるほどね。な、それのまあ。トレーニングというか、なんかぜひこう一生懸命頑張ってて成果が出ない人って多分この辺なんじゃないかと思うんだよね。そうそうそう。で、うん、あとすごいやっぱり成果が出てる人もすごい頑張って出てるから、うん、そのできちゃったから、うんうん、だからそのもっと楽に やることを覚えてもらいたい、うんうん、ああなるほどね、うん、なんて言うんだろうかな、やっぱり成功してる強制の法則みたい、いや、そう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 、そうそう、地形の巣ですから、そう、うん、だから、うん、やっぱ成功してる人がより豊かになると、うん、この社会は良くなると思う、だけど結構成功してる人って頑張って成功してきてるから、うん、頑張れちゃうんですよ、なるほどなるほど、だからもっと頑張るところを少なくすると、うん、もっと広くには伝わるので、はい、だからそれを私はなるほどなるほどそういうわけですね、星名陽子もですね、玲子先生のセッションを受けてですね、ビーナスセッションを受けていただいてね、自分のね、なんかね、面白かったね、うんうん、あれ、なんトリセツ
取扱い説明書っていうので出してくるんですよ。そう、取扱説明書をね、知っとくと世の中でこうだけど、うん、自分の場合はどうなんだろうかってことが分かるから、ズバリ当たってびっくりしちゃった、ね、そういう意味では迷わより迷わなくなる、うん、もともと迷わない人ですけどね。いや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 、なんかね、 IT みたい、うん、IT 良かったですよね。 IT 思いっきりね、なんか IT は私、うん、やっぱり自分の取説の中に IT っていうのが入ってて、やった方がいいんだよね。ね、え、だから、え、よかった、うん、ビジネス法人とか入った理由が分かったみたいな。やっぱりだから自分がよりできることをそのまま生かしていけば簡単にできるから、うんうん、すごいんですよ、取説がですね、うん、結構面白いですね。あの生年月日が分かればいいんじゃない生年月日と生まれた時間と、うん、細かく。でも基本は私エネルギーでやるので、本当は生年月日は一度つながってます、この方はシューッとですね。生年月日は基本、はい、その人がやっぱり信じたいじゃん、うん、そうか、うん、だって確証ないじゃん。そうか、エネルギーだけど見てよりも、うん、何月何日までですけど見てくださいの、こう感じてることでこう共有してるけど、でもここでもこうだよねって、あれ抜けなんだ、おまけです。えこさんすごい、なんか受けてくれたんですけど、うん、ひどい。いやいやいや、私生年月日で見てくださると思ってた。ひどい。そうか、いやエネルギーですよ。だからこういう時もその、ね、この人のことを共有して、そうだったんだ、今分かったよ。まあ、一応生年月日からエネルギーでちゃんとその人のどうこれから行ったらいいか、基本 ね生年月日もだけど名前です。あ、名前ね、そうだから星野陽子さんっていうとそこのエネルギーとチューニングできるので、そうか、宇宙とつながってますみたいな。宇宙っていうか星野陽子とつながってる。そうか、私の人が発信してる、そうなの、その波動をキャッチする、そっか、すごいんですよ。もうどのぐらいの方見たんですか、これまでに。ヴィーナスセッションっていうのはオリジナルセッションだから、うんうんうん、まあ、あの400人ぐらいなんですけど、400人も、でもほらセラピストだから、うん、うん、そう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 、1万人は、そうなんだ。すごいんですよ。あの多分走ってたと思いますよ、こういう世界のね。昔の96年からだからね。ね、すごいね、古い、うん、あの古い時代から。いやいやいや、それだけベテラン感があるということでですね。はい、まあそういったことでですね、うん、ぜひ皆さん、あの、まあ、やっぱりあのレコ先生もおっしゃるように、腹の底からやっぱりね、こうやっぱり、うん、あの信じたり、あの変えていかないと、なかなか表面的には。ね、だから基本自分をやっぱりご機嫌にすることが大事ですよね。うん、そうかそうか、うん。ご機嫌にしてると。じゃあ今日みんながこの後何か一つ自分を喜ばせることをしよう。うん、ね、美味しいもの食べたりとか、なんか見たりとか。起きたことで、はいはい、ワクワクすることを選択していけば、なるほど、自分の波動も上がるし。なるほどなるほど。うん、そうするとやっぱいいものをね。うん、いいねが来るね。じゃあこれからワクワクしようって人はもうちょっといいねをしてください。ワクワク大事。すごい今ワクワクしてますよ、ヨーコさん。どうぞどうぞ。なんかいい話聞いたよ。もう今日ビジネス掃除だったんだけどワクワクしたし、みたいな。かっこよかったね。ね。青いジャケット着てね。青いジャケット着て。IBK だったね。IBK だったね。青がくて買っちゃったね。そうなんで、あ、もういっぱい来てありがとうございますね。またあの、レコ先生の情報はですね、この下のところにあの貼っておきますので。先生、メルマガかラインアウトかなんかあるんですか？ブログがいいか、何ブログかな、ブログがいいか、そうするとメルマガも載ってますので。あ、そうかそうか、そうか、じゃあブログ貼っておくので、あの、もしもし、あの、興味のある方は見ていただければと思いますので。ありがとうございます。ぜひぜひ、じゃあね、みんな、バイバイ。